ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、エイトメンアウト。監督は、ジョン・セイルズ。1988年の作品です。MLB のワールドシリーズ、1919年に実際に起こった、いわゆる、ブラックソックス事件を元に書かれた同名原作の映画化です。出演は、D.B. スウィーニー、デビッド・ストラザーン、チャーリー・シーン、ジョン・キューザックほか、伝説の外野手、ジョー・ジャクソンを筆頭に、八百長に関与したと言われる8選手が、球界から追放された大事件の詳細ですが、当時は、メジャーに対する関心が低かったせいか、日本では劇場公開されませんでした。同じく、ジャクソンが登場する野球映画、翌年公開の、フィールド・オブ・ドリームス、とは趣の違う、渋い作品です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。